えー、皆さんこんばんは。46日間チャレンジ行政手続き法完全制覇の36日目に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。36条は36条の条文と、あとは36条の2、36条の3っていうのが出てきますよね。これ何とかの2とか何とかの3っていうのは枝番号って呼ばれるものなんですけども、枝番号って何かって言いますと、例えば、うんそうですね、皆さんが 学習されている中で言うと、民法90条とか民法709条とかですね、えー、民法90条って公助両続違反とか、民法709ってもう709って普通に使いますよね、不法行為に基づく損害賠償請求とか、もうこういう条文番号で親しみを持た,たれているというか、もう法律業界では当たり前みたいな規定というのがあるわけなんですよ。 こういうものっていうのは、条文番号を変えると、変えってですね、えー、まあ、混乱をきたすと言いますか、支障をきたしてしまうので、そういうものについては変えたくない場合は、枝番号で、で、差し込むわけなんですね。差し込むわけなんです。で、そのような意味で、この枝番号というのが入ることがあるんですが、えー、たまにですね、それこそ、うん、孫番号とか言ってね、 で、なんとかの2の2とかね、なんとかの2の3とかですね、こういう形で、まあ、枝番号にさらに番号が付されるみたいなことっていうのもあったりとかします。一番ひどいのだと、札幌市のなんか税関、税関係のあの条例で、えひまご番号っていうのがあって、えぇ、ー、何条の何の何の何、何みたいな、いうのがあったことがありますけれども、まあそれはですね、なんかその、うーん、 法律を作る上でね、条文を作る上では、逆にかえって混乱するし分かりづらいんじゃないかな、なんていうふうに思いますから、まあ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 、本当に枝番号ぐらいに留めてほしいな、なんていうふうに思うところであります。えー、36条は、だからそうやって差し込んだ改正条文が入ってるっていうことなので、 なので、1個の部分ね、36条の本体の部分と、36条の2、36条の3に書かれてることっていうのは、全然違う内容になってますから、その点はね、気をつけていただければいいかなというふうに思います。じゃあ、36条の条文から見ていきましょう。複数のものを対象とする行政指導ということで、これは何かと言いますと、例えばですけれども、じゃあ新宿のね、新宿の歌舞伎町で、で、火災が起きた。 火災が起きましたって言った場合っていうのは、もうその場合はもうすぐにですね、もう消防とかでですね、えー、対処しなければいけないということで、えー、避難経路の確保であるとか、消防設備の点検とかろですね、じゃあもう新宿の歌舞伎町の建物に対して一斉に対し、一斉にやろうと、こういうふうにすることがありますけれども、そういう場合には、 もう対象施設がですね、めちゃくちゃたくさんあるわけなんですよ。で、もう行政指導を行って、で、もうすべてにですね、その消防設備の点検とかあ、避難経路の確保とかを促すような場合、 このような場合に一定の指針を示して、で、それをもとにですね、その基準をもとに、すべてのですね、えー、事業者に、その建物の所有者に対して行政指導を課していく。こういうことがあったりとかするわけです。こんな場合には、複数のものを対象とする行政指導ということで、はい、条文見ていきましょうね。同一の行政目的を実現するため、一定の条件に該当する複数のものに対して行政指導をしようとするときは、 行政機関はあらかじめ事案に応じ行政指導指針を定め、かつ行政上特別の主張がない限りこれを公表しなければならないということで行、行政指導指針という一つの行政指導のマニュアルを作るわけですね。で、これに基づいてもう各行政指導を行っていくということになりますから、 まあ、行政上特別の支障がある場合というのはあまりないかもしれませんけれども、そういう一応例外規定を置いておりますけれども、基本的には公表して、で、行政指導指針については公表して、で、そのもとにですね、行政指導を、お各々お行っていくんだということになってまいります。はい、えー、それでは36条の2を見ていくことにしましょう。これはですね、平成26年の改正で付け加わった部分になります。 36条の2、36条の3っていうのが付け加わったんですね。昨日ちょっと解説した中でも、行政指導に関しては、実はもう実務上、まあ今現在も含めてですね、かなり悩まされてきた現実があるんですね。で、これはもう本当に現場で関わっていますと、何その行政指導と。もうそれはもう完全に法律の趣旨に該当してないんじゃないのっていう、法令に違反しているような違法な行政指導と思われるようなものっていうのは、 えー、ただ存在します。えー、さらに、えー、根拠のないですね。法令に根拠が存在しないようなですね、行政指導というのが、これが厄介なんですね。で、法令に根拠があった場合っていうのは、いや、これ法令の趣旨に該当しないやんけっていうのをですね、主張できるんですけども、法令に、まあ、該当をそもそもしない、法令に、法令の根拠がない行政指導というものが、あ実は結構ありましてですね、それに対しては、 何も言うことができないなんていう現状があったりとかするんです。最初に申し上げちゃうと、法令に根拠のない行政指導についてきちんと規定をするべきというふうに思いますし、そういうふうにですね、検討会とかでも提言があったんですが、そこに関しては今回の条項には入っていないということにですね、注意をしていただきたいなというふうに思います。 36条の2、36条の3、もにですね、法令に根拠が置かれているような規定、えー、法令に根拠が置かれているような行政指導とかについての話なんですね。えー、ですから、私が普段ですね、いや、なんだよこれ、法令に根拠もないし、なんだこの行政指導というふうに思うものに関しては、今回の規定には入っていないというのがまず1点ですね。で、もう1つは、 今回ね、その行政指導の中心に対しての求めとか、あるいはこういう処分してくれよと。もう行政が全然何にも処分しないからとか、行政指導するべきなのにも関かかわらずしないからしてくれよっていうことで求めるというのが36条2、36条3というところで出てくるんですけれども、ただね、それを求めたところで、求めたところで、 必ずしも、それをですね、確実にやってくれるかというと、全くそうはなってないんですね。で、まあなんとなくもう条文上は第3項のところとかで、まあ必要な措置を取らなければならないみたいな書き方をするんだけど、これはね、全然義務じゃないんですね。全然義務じゃないから、だからまあ行政としては、この36条の2とか36条の3という規定が入ったところで、へっちゃらというか、あもうなんとでもなるという思えるような規定なんですよ。 だからこれはね、あのー、それほど評価はできない。えー、それほど評価できないような規定なんだと、そんな認識のもとにですね、見ていただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、では36条の1項から見ていくことにしましょう。法令に違反する行為の是正を求める行政指導。で、括弧書き。 その根拠となる規定が法律に根拠が置かれているものに限るんだということで、法律に置かれているものに限るという書き方になってますが、先ほど言ったように、これは行政指導の中でも、法律に根拠が置かれている行政指導に限っているわけですね。で、その相手方は、当該行政指導が当該法律に規定する要件に適合しないと資料するときは、 当該行政指導をした行政機関に対しその旨を申し出て当該行政指導の中止その他必要な措置を取ることを求めることができるんだ。ということであのこれはおかしい行政指導であるからもうやめてくださいと。で行政指導に対しても中止の求めができるんだとこういうふうになっています。 で、ただし、当該行政主導が、その相手方について、弁明その他、意見陳述のための手続きを経て、えー、されたものであるときは、この限りではないと。おこういう方、方になってるわけなんですが、 ここで言う弁明とかっていうのは、あの、弁明の機会の不要とかですね、あの、弔問手続きっていうのが、不利益処分のところで出てきましたけれども、それに限る話ではなくて、あくまでこれはもう行政指導するときに相手方にですね、意見を聞くような機会を設けていたような場合という意味で使っているだけです。行政指導をする際に一度ですね、相手方に意見を聞く機会を設けていたということであればですね、 えー、この中止の求めとかっていうのは蒸し返しになってしまいますから、まあ、その場合はやめましょうということなんですよね。えー、じゃあ,あ、もしそうやって弁明の機会とか与えてるような場合というのは争い方がないんじゃないかというと、まあ行政指導について争うというのは、まあ処分性とかの関係でうん、なかなか取り消し訴訟が争えないとか、 不服審査法に基づく審査請求なんかができないのではないかと思われる方いらっしゃるんですけれども、実はですね、これは、うんそうですね、ちょっと判例の学習上は、ここで言うべきではないかもしれない、その、行政書士試験とかを受けられている方とかが、うん、かえって混乱してしまう可能性はあるんですけれども、ただ平成16年以降最高裁の考え方っていうのは、だいぶ変わっていて、行政指導についてとかも、 えー、だいぶ争えるようになってるんですよ、うん。っていうところも、行政指導とかね、あるいは通達とかね、こういうものについてって、今までは処分制なし、争えませんっていうことではあったんですけれども、えー、実は結構そういったものについてもバンバン争える世界観になっているとこういうことにはなりますからね。えーまあ、そういう意味では、まあ、ここではですね、かなり制限されているというイメージがありますね。 はい。えー、ということで、もう一度申し上げますが、36条の2というところに関しては、まずはね、法律に根拠が置かれているような行政指導について、 これはおかしいというふうに思った場合は、中止の求めができるということになっているんだ。正し書きで、弁明とかそういう意見陳述の機会が設けられていたということであればですね、その場合にはですね、中止の求めができないんだと、こういうふうになっています。そして、第2項のところでは、前項の申し出というのが、申し出書を出してやってくださいねということで、中止の申し出をするときに、申し出書というのを作るわけなんですが、それに書かなければならない記載事項というのが載ってます。 例えば、申し出をする者のを氏名、名称。で、当該行政指導の内容。行政指導の根拠とする法律の条項とか、その条項に規定する要件。で、さらには行政指導が前後の要件に適応しないと資料する理由。その他参考となる事項。これらを記載しろということなんですが。いやー、ここまでですね、申し出人というか、あの、行政指導された側に、 そこまで求めるっていうのもなんかおかしい感じがしますよね。で、本来的にはそういったものに関してっていうのは、行政の方で用意した方がいいんじゃないかと、私は思いますけれどもね、えー。この申し出というのも申し出書を出してくださいということで、もうかなりなんか、うーん、こちら側に負担があるようなことを求めているということでございます。えー、そして、第3項のところですが、これが問題ですよね。 当該行政機関は第1項の規定による申し出があったら、必要な調査を行い、当該行政指導が、当該、えー、法律に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止、その他必要な措置を取らなければならないということになってまして、申し出があったら必要な調査を行って、その行政はですね、えー、その中止、その他必要な措置を取らなければならないんだと、こういうふうに言ってますけれども、 まあ、普通はしないでしょうね。必要な調査というのも、その行政機関で行うということになりますから、第三者的機関が行うわけでもなくですね。えー、その行政指導した側というのは、それなりに理由があってやってるという自負がありますから、こんな規定が置かれてですね、で、申し出書が来たからといって、じゃあ、客観的に見てですね、えー、で、処理をして中傷するかといったら、 するわけがなかなかないわけで、これは実効性が非常に乏しいし、こういう規定を置いたところでですね、まあ、形外化するというか、中身がないというふうに思われるのが、もう36条の2ということにはなります。はい。えー、では、同様に36条の3という規定を見ていくことにしましょう。これは何かというと、行政がですね、やっぱりこういう処分を出すべきなんじゃないかとか、 こういう行政指導をするべきなんじゃないかと思われる事項というのは、実はこう実務上も多々あるし、ニーズはすごくあるようなところじゃないかなというふうに思います。えー、36条の3です。何人も法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分とか行政指導がされていないと資料するときはということで、格好がき、やっぱり法律に根拠がある場合に限るということで、 法律に根拠があって、で、こういう処分をすべきとか、こういう行政指導をすべきというような場合に限るということになりますが、そういうような場合で、行政指導も処分もされないと、されていないと。そういうような場合というのは、当該処分にする、処分をする権限を有する行政庁、または当該行政指導をする権限を有する行政機関に対して、その旨を申し出て、当該処分、または行政指導をすることを求めることができるということで、 いやいや、もう法律にね、そういう根拠があるんだから、これは処分すべきなんじゃないのとか、行政指導すべきなんじゃないのということで、求めることができますよ、というふうになってます。これでも36条の2と本当に一緒で、で、申し出書に書く事項も一緒ですよ。申し出書に書く事項も一緒で、ま、指名とか、あるいはもうその、法令に違反する事実の内容、行政指導の内容とか、処分とか行政指導の内容とかね、根拠となる法令の条項を資料とする内容、理由か。 えー、資料する理由とか、参考となる事項ということになってますけれども、これは、これもう36条の2と一緒で、これも申し出人が書かないといけないんだ、っていうことになりますよね。そして第3項ですよ、第3項。行政庁または行政機関は、第1項の規定による申し出があったときは必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分または行政指導をしなければならないというふうになってますけれども、これも、 結局、その行政庁とか行政機関がですね、申し出があったら必要な調査を行ないと書いてありますが、ただもう、これも第三者的な機関が、あの、触れるわけではありませんから、もう、ここで何か、きちんとですね、処分がされるとか、行政指導がされるということは、ほぼ期待できないんじゃないかなというふうに思われます。36条の2、36条の3という規定があって、 で、やはりですね、その改正法の対策としては重要と思われますけれども、ただ実際に本当に意味がある規定なのかどうか、あこの改正をするにあたっての本当に検討会の意見とかを踏まえてですね、この条項というのがあ、まあ実効性がある規定になっているかどうかというのは、うーん、かなり疑問があるし、 これ多分ですね、これ見られてる行政書士の先生方でも36条の2とか36条の3をですね、使われた経験がある方というのは、ほぼ皆無ぐらいに本当に少ないと思うんですよ。で、まあ、いるかもわかりません。いるかもわかりませんが、じゃあ、それで本当にひっくり返りましたかっていうのは、ちょっとですね、あの、事例としてももしひっくり返った事例があるとしたら、伺いたいなというふうには思いますけれども、ほとんど私が知る限りないんじゃないかなというふうに思います。 本当にやっぱりこれで、違法な行政指導がされてるとか、違法な行政処分がされてるということであれば、そういった場合には行政不服審査法に基づいて審査請求をするとか、行政事件訴訟法に基づいて取り消す訴,訴訟をするしか、えー、方法がないんじゃないかというふうにも思われます。今回入ったことによって、えー、何かしらの抑止、抑制にはなってるんじゃないかと思われるところではありますが、 ただ、行政運営としてはですね、あまり変わってないのではないかな、というふうに思われる規定になっております。はい、え、ということでございます。今日はですね、実はもうこの時間まで私、今日朝からバタバタしてて、で、それであの、ちょっと会食とかも挟んだもんですから、 いや、どうしよう、もう、その12時までに間に合わないんじゃないかと思って、で、スタッフに撮ってくださいって、うちのスタッフにですね、36条の規定を僕の代わりにちょっと収録してくださいと、こういう風に頼んで、で、撮ってくれたんですよね。で、ただ、あの、いや、もうもちろんそれが悪いというわけではなくて、ま、すごく、あの、頑張って撮ってくれたので、それについては、あの、ちょっと、何でしょう、番外編みたいな感じでね、で、ちょっとアップしたいなという風うには思っておりますけれども、 えー、私もなんとかギリギリ間に合ったので、えー、収録をさせていただきました。はい、えー、ということで36条については以上ということになります。お疲れ様でした。